こんにちは、ファンです。今日ご紹介するアクセサリーはこちら。何だと思いますか？これ実はスピーカーなんですよ。完全にぬいぐるみにしか見えませんが、本当にスピーカーなんです。今からちょっと音楽を聴いて、これがスピーカーであることを証明しますので、で付属のこのオーディオにつなぐケーブルですね、これをこのぬいぐるみの頭のところにぐさっとぶさします。で反対側を iPhone などの機器につなぎます。あとはお気に入りの音楽を再生すると、ちゃんとこの子から音が出てるんですよ。このように使うアイテムになっております。でアンプ内蔵なので、音質もしっかりと大きく聞くことができますね。もう一つ、充電ケーブルも付属になっています。充電する際は同じようにこの子の頭にケーブルをぶさしていただいて、反対側の USB 部分をパソコンなどにつないで充電してください。1回2時間の充電で5時間使うことができるので、見た目に似合わず非常にパワフルです。普段はね、このボールチェーンがついているので、これをカバンにつけていただいたり、あとストラップホール付きの iPhone ケースとかをお使いであれば、そっちにつけてあげてもすごい可愛いと思います。でこの子には仲間がいまして、じゃん、こちらは鳥さんです。うさぎさんよりもちょっとシックな色味になっていますね。なんかね、この耳っぽく見えるけど、多分羽の部分とかがちょこんと乗っかってて、すごく可愛いですね。ぜひお気に入りの子を連れてお出かけしてあげてください。詳しくはレビュー記事もチェックしてみてくださいね。ファンでした。あ、襲いたい。あ、もう襲いたい。